面倒くさいことなんでやらないんだろうな。面倒な方がコスパがいいっていうのが、うん、多分みんな伝わってないか知らないんじゃないですか。パウツクペ、パウツクペ、スホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。私は男で、ショールームで部屋の中でギターを弾いてカバーを歌ったり話したりしています、うん、目標はミュージシャンとして注目されたいと考えています、うんうん、人気のある人を真似て、最初はよりは見てくれる人も増えましたが、まだまだでルームレベルも1です、うん、イベントには参加していませんが、さらに人気が出るためのアドバイスをいただきたいですという質問です、うん、はいはい、それでは本日がラストデーとなりました。ゲストご紹介します、はい、ショールーム代表の前田裕二さんです。よろしくお願いします。最後になっちゃいました。はい、最後の答えです、はい、イベントに参加しなよ、うん、メイクとか着ぐるみとかいろいろやればいいじゃんっていう。なるほど、確かにイベントでも参加してる人ね、一生懸命やるよね。めっちゃやります、ね、私その一生懸命やってる演者を応援したいというオーディエンスの需要が強いから、うん、やっぱイベントに参加するしないだともう KPI がもうまるでもう天と地のように違うっていうのはありますね、うんうん、なんでイベント参加しないんだろう。なんだろうな、競争がちょっと怖いとか、うん、負けたらどうしようとか、うん、なんか参加せずに俺はのし上がるんだみたいな、みたいな感じですかね。また難易度の高いことやろうとしてる、やろうとしてるんじゃないですかね。すぐ難易度の高いことしようとするみたいな感じません？イベントには参加してませんがって。雑魚キャラのくせに、雑魚キャラのくせに出た。雑魚キャラである方が あればあるほど難しいことをしたがる、うんうん、だから雑魚キャラなんだけど。なるほどね、簡単なことをするっていうことですよね。雑魚キャラほどもう狡猾に立ち回らないと、やれること何でもやらないと、うん、多分無理なんだよ、うんうん、あれ何なんだろう、カッコつけようとするのかな。あ、うん、でもやっぱ失敗するとか、なんだろうな、まあそれもしかしたら日本社会全体がそういう空気だからかもしれないですけど、なんかミスったりとか、なんか犯人がいるとめっちゃ叩くみたいなことがあるから、うん、そっち側に行きたくないみたいなことかもしれないですね。いや、まあそれもそうだけど、だから なんだろうな、失敗したりとか叩かれたりとか、なんかこうディスられたりとか、ネットでなんか嫌なコメント来たりとかしても、そんなにもうもはや傷つかないじゃないです か、 うん、だから それなんじゃないですかね。結構傷つくかもって思ってると、なかなかやっぱなんだろうな、そうなのかな。でもこの方は傷つくんじゃないんですかね、まだまだと。傷つくんですよまだね。そうで、それだとやっぱ結構辛いですよね。あ、ね、めんどくさいことなんでやらないんだろうな。めんどくさいことなんでやらないかか、うん、まあ確かにな。そう、ホリエモン万博って今度やるんですけど、はいはいはい、それのチケットが売れないとかっていう、うん、泣きが大体直前になってくると入ってくるけど、入ってくる。まあそりゃこういうことだけだとそれは売れないよな。売れないよなと。確かにな。毎年それは繰り返されてるんだけど、でも意外とそうなんだよな。だからこれ、だからもう俺毎日ブログを書くとかでいいと思うわけ、はい、うん、まあ面倒くさいですけどね。でもだけど途中から楽しくなってくるけどね。うん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 。だから俺も昨年ミュージカルやりました、うん、チケット最初全然売れてませんでした、うん、どうしようと思って、じゃあもうとにかく毎日 やるべきことを決めて、うん、毎日ブログを書くと、うん、まあ、Facebook に投稿したのをブログにも転載してもらって、うん、ソーシャルでシェアしまくるみたいなことをまずやりましょう、うん、でそこでこうもうミュージカルにかける思いとか見どころとかそういうものを写真とかも入れながら書く、1日1回書く、うん、別に10分15分で終わる話ですよ、うん、それと、まあ、知り合いとか友達40人以上、まあ、50人ぐらい、50人以上に毎日メッセンジャーでメッセージを送ってチケット買ってくださいって言おうっていうのを、うんうんうん、まあ1ヶ月やろうと。1ヶ月もなかったんだけど3週間ぐらいやろうっていうのを決めたら、うん、まあまあ、まあ売れますね、それなりに売れましたと。じゃあそういうことなんだと思うんだよね。なんか別に、うん、見ててコンテンツ的に人が集まらないわけもないし、はい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 、なんか売れるはずなのに売れてないのは単純にみんな知らないだけだし、興味を持つポイントがないからだけなので、はいはい、普通に客観的に見てはすごいな、ゲストみたいな。確かにめっちゃすごかった。池上彰さん来んだ、客席にみたいなね、すごいですよね。
まあ、なんかそういうのとかすごいいいコンテンツが固まってるのにみんな、うん、多分でもほとんどの人たち知らねえだろうなって思って、うんうん、そこにどうやって刺さるのかを毎日考えて、まあ、地道に足使ったっていうか、そう、丁寧に手数打ったってことですよね。そう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 、そうやっていくとなんかたまにこうスパイクがあって、あ、この記事受けてるみたいな、分かります分かります、こんな感じの記事書きゃいいんだとかって思うんだよね。でみんななんかよく分かんないけど、その空中戦でまあなんかすごい高い戦闘機を使っ買って、うん、なんかまあなんか爆撃すれば絶対、うん、確かに一網打尽だ。堀江さんにどの戦闘機が一番強いですかとか質問が来るわけですよね。そう、うんうん、確かに。だからテレビに出ればテレビで取り上げられたらうまくいくんじゃないかとかって書いてあるわけ、うん、いやいやそんな簡単な話じゃねえよどの番組が一番いいですかみたいな議論になるわけです、ね、そうそうじゃないんだよな。なんか僕思うんですけど、面倒な方がコスパがいいっていうのが、うん、多分みんな伝わってないか知らないんじゃないですか、うん、あの面倒であればあるほど競争相手が少ないから、うん、結局 ROI 高いってコスパいいんですよ、うん、例えば堀江さんに教わったことで僕がやってるのは、うん、書店回りって本を売る上でめっちゃ大事だと、うん、面倒じゃないですか、うん、一点一点こう回ってサイン書いて写真撮って面倒なんだけど、これをめっちゃやる多分著者ってあんまいなくて、うんうん、堀江さんがなんか前にゼロだっけなんか出されたときに超回ったって言ってて、うん、それを習って今回めっちゃやってるんですけど、やっぱかなりそれで変わったな。一回やっとくと何年か持つんで。そうですよね。そう。だからそれでね、そこで継続的にまたそこにマーケットに物を送り出して、はい、あの定期的にヒットしてると、俺の場合はそれから全然行ってないけど、はい、5年前にゼロの時に書店巡りをしてから、はい、あのように回ってないわけ。なるほど。なんだけどすごい効果が出てる。ああ。それはもう毎年のように何十万部売れる本が出てるから、うん、もうなんかデフォになってる。なるほどね。売れ続けるから、うん、もう習慣化してるというか、書店に置いて俺の本を置くことが習慣化していて、もうルーティーンになってるので、うん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 、ドミノの本当最初のこう一個のこのピンというかあれを倒したら、うん、またずっと転がっていくって感じで、うん、最初倒すの結構めんどくさいんですよね、うん、なんかそう足っていうかこう手とか足とかいろいろ使わなきゃいけないことが多くて、うん、でも楽だと思いますけど、なんか逆にみんなそれやらないから、この質問者もそうですけど、多分やだな、めんどくさいなとか批判されるなとか負けたらどうしようみたいなみんな思うことなんで、うんうん、だ競争相手少ないから やだなって思うことやった方が、そこ超えたら楽だよね。楽ですよね、うん、結構それが真理だと思うな。真理ですよ。うん、ツイッターに全部リプライ返すとか超大変だけど、うんうん、地道にやってるとやっぱこうなんていうか、うん、それが地熱になって本とか、うん、あの売り上げにつながるし、うん、なんか大事だと思うんですよね。そうじゃあ面倒なことやりましょう。面倒なことを、あとね、面倒なことをやって、うん、なんかそれに慣れると最高だよ。ああ、慣れね。面倒になれる、うん、もう面倒だと思わなくなるから。あ、まあそうですよね、うん、それが当たり前だったら。そう、うん、そのすごい習慣化する、うん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 、慣れる、はい、面倒なことになれると思う。面倒なことじゃなくなるからね。うん、なるほどな。それが当たり前ですもんね。そう、確かに。じゃあ面倒なことやろう、うん、この方もだってね、ショールームやってて前田さんにこの質問できたことすげえ得だと思うので、うん、ぜひまずはイベント参加しましょう、ね、多分ラッキーだし、めちゃくちゃラッキーですよ、ね、イベントに参加して、はい、ツイッターも頑張って応援してます、はい、ね、リプライも返して面倒で面倒なことをね、一個一個ぜひやっていってみていただけたらと思います、はい、頑張ってください。はい、それでは、本日がラストデーですなので、はい、ぜひたっぷりと告知をお願いします。はい、このメモの魔力という本ですね、昨年12月に出して今、17万か、そんな売れてんの。すごい、そうそうそう、そんな売れてんの。早い、そうそうそう、1週間ぐらいで、そう思ってるより売れてるね。思ったより売れてるんですよ。ああ、これはあれだね、行くやつだね。行くやつですか。うん、そうなんですよ。毎年メモ本が、メモ帳が売れるね。毎年メモ帳、ね、メモ帳も作ってて、熊谷さんのメモ帳超えるね。そうなんですよ。でこれ思ったのは、うん、手帳ってもう席が埋まってんなと思ったんですよ、うん、熊谷さんもやってるし、 あとはあの、そもそもあのほぼ日ってほぼ日ね、糸井さんがやってるんですけど、メモって空いてたんですよね。ああ、メモ帳はね、メモ帳が、で世の中誰もが必要そうなのに空いてる席が空いてる場所を探してたんですけど、うん、しかも自分が得意なことってやっぱメモだなってなって出した本です、うん、で、まあ、売れるなエロいなエロいなって。そうなんですよ、せっかくやるなら俺紙のメモ帳使わねえからさ。
ね、電子ですもんね、まあ、電子もね、電子もすごいいいと思うんですけどね。っていうんで、そう、今せっかくなら狙って100万部やりたいなと、なんとなくこう何かの番組取り上げられたからとかじゃなくて、狙ってやりたいっていうのがあって。だってまだそんなのやってないでしょ。あんまやってないです、やってないです。これからやるんでしょ。これからやります、ね、番組系は。でも地道にでも、ね、ブラインドスポットとかに頼めばいいんだよね。おお、ブラインドスポットか。ブラインドスポットって知ってるよね、 PR 会社。え、知らない。聞いてないの。聞いてない。ありゃ、え、頼む。ブラインドスポットはそろそろ頼んでもいいか。そろそろ頼んでもいい。あの、ちょっと変わったというか、なかなか仕事を選ぶあの方が代表をやられていて。あ、そうなんだ。うん、俺のゼロもお願いして。へえ、ゼロだけお願いして。そうか、源頭さんつながりそんなにないんですかね。いや、あると思う。いや、編集者で知らない人はいないと思う、ブラインドスポット。箕輪さんにお願いします。あのね、坪田さんのビリギャルとか、うんうんうん、なるほどはもうブラインドスポット。俺だってブラインドスポットにそのゼロを頼んでる時に行ったら、いや、今この本が私たちが一番力を入れて売ってる本でって渡されたのがビリギャルで、うん、っていうぐらい、うん、あの特にもうマスメディアに強いっていうか、テレビに強い。なるほど。だからああいうこう、なんだっけ、中井の窓じゃねえや、中井の窓じゃなくて、なんだっけ、本が売れるやつってなんだっけ、テレビ番組、金スマとか、なんか行列ができるじゃないや、金スマじゃなくて世界一受けたい授業とか。そう、狙おう。だって世界一受けたい授業でメモの授業やったら受けるし。あ、受けそう、うん、めちゃくちゃ受けると思う。めちゃくちゃ受けそう。そういうのに挿入するのが得意な会社です。なるほど。あー、行くな、悔しいな100万部行くな、これ行くな。しかもいいヒントを今ね。いいヒント。あー、これも100万部、今17万部行ってんだったら100万部行くよ、これ。本当ですか。うん、で書店巡りも続けて、はい、でブラインドスポットで、はい、世界一受けたい事業とか、はい、金スマとかに出たら、はい、100万部行くな。わわ、来ますね。あと分かんない NHK の何か。なるほど、うん、ちょっと狙ってやりたいんですよね。そう、なんか3番組ぐらい絶対売れんのがあるの、はい、その3番組ぐらいにあの挿入すればメモの魔力は、はい、あの受ける。お、書いてあるよ、ほら。あ、健丈さんが、まあ健丈さんが最強だからっていうまあ健丈さんが やってる部分もかなりあるのよ。なるほどね。だからその辺は強いからさうん、情熱大陸はちょっと違うんだよな、ね。本は売れないんですよ。本は売れないんだ。本はやっぱ世界一受けたい授業とか、あれ、あの売れそうですね。なるほどな。じゃあそんなですね、100万部目指すメモの魔力絶賛発売中なので、いや、ぜひ皆さんご購入ください。とか、まあこれな、世界一受けたい授業に乗ったら出たら売れるなその時はメモ帳も一緒に売った方がいいね。なるほど。メモ帳セットパッケージ、あ、今作ってるんですよ、メモ帳。うん、絶対そのタイミングでメモ帳を入れると、メモ帳も100万部売れるね。メモ帳作らなきゃですね。すげえな、すげえなそれでは最後 HIU ニュースに参ります。音楽グループではジャズのインターネットメディアジャズ 2.0 に記事を書いてくれる人を募集しています。好きな音楽について発信してみませんか、ということでね。はい、ねえ、一冊のロケットが一生変えるみたいな、うん、一冊じゃねえな、一本のロケットが一生変えるみたいな、うん、100万ぶれないですかね必要ないからロケット。でもみんな興味持ってる人多いイメージありますけどね、うんうんうん、夢あるし、都合がわかんないですよ、都合が。でもあれじゃないですか、やっぱ堀江さんの持ってるどこを切り取ればこうマーケットに刺さるかっていう、うん、あれ、そういう任せだね、うん、でもその素材をたくさん持ってるっていうのすごいな、堀江さんの強み。はい、お願いします、はい、ということで、この番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あと、メルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれるので、メルマガ登録もお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。